一番人気はパスタランチ。ボリュームたっぷりのステーキランチも外せません。岩国市で人気のイタリアンレストラン、グリーンベルデ。シェフを務めるのは福岡智和さんです。長年料理人として働き、去年念願だった自分の店をオープンしました。本当に全くわからない世界のことをすごい手助けしてくれたんですよね。2年前イベント企画会社エルエレファントを立ち上げた岡村美穂さん。食空間コーディネーターとしての経験を生かし、結婚式や家族の記念日などプライベートなイベントをプロデュースします。なかなかね、大変なところのチャレンジをしてるなって自分で感じてます、はい、岩国仕事交流創業スペースクラスビズ。2人はここで創業に向けた細かいアドバイスを受け事業を立ち上げました。岩国市は創業しようとする人たちを応援しています。岩国市真里布町に去年8月オープンしたイタリアンレストラン、グリーンベルデです。正直に言うと、料理を始めた頃っていうのはこの料理の仕事に就きたいっていうのでスタートしてたんですけど、大体何年ぐらいですかね、まあ、やっぱ10年ぐらい経ってきたぐらいから、まあ、漠然とですけど自分の店がやりたいなっていうふうに思うようになってたんですよね。広島市内のホテルやイタリア料理店で修行。岩国でも10年以上イタリアンのシェフとして腕を振るってきました。特にパスタには自信があります。45歳後前に独立を決心、創業に向けた準備を始めた福岡さんでした。そうですね、まあ、料理はもう長年やってきたから、まあ、心配はないって言ったらあれなんですけど、だったんですけど、やっぱりこの料理以外のこの経営っていう意味で、例えば何から始めたらいいのかとか、どこから手をつけていいのかっていうのが全然分からなくて、まあ、そういう時にまあ、クラッシュビズさんでその中小企業診断士の方が相談に乗ってくれるっていうんで、やっぱりそれがやっぱ大きな助けになりましたね。やっぱり本通り商店街にある岩国仕事交流創業スペースクラスビズです。コワーキングスペースやシェアオフィスを備え、創業を目指す人やクリエイターたちがそれぞれのワークスタイルに合わせ利用しています。クラスビズは創業を希望する人やリモートで仕事をする人、岩国に出張で訪れた人などが利用できるビジネスのための施設です。さらに中小企業診断士などに創業に関することや事業の経営に関する相談ができる週1回の相談会、ビジネスに役立つ月1回のセミナーなども実施しており、クラスビズに来ればビジネススキルのアップや事業経営に役立つ情報がタイムリーに入手できます。ぜひ活用してみてください。またクラスビズではチャレンジキッチンを使って新しいメニューを開発したり、チャレンジボックスでの店頭販売などテストマーケティングをすることもできます。岩国市が実施している創業者への支援としては、創業支援補助金や創業支援資金架け橋の融資制度があります。中小企業診断士が無料相談会で創業資金に関することから事業計画まで幅広くアドバイスしてくれます。入り口、結局その売上の構成要素って、まあ客数×客単価なんですけれども、じゃあ客数って本当に席とかキャパによってもう割と決まってくる。飲食店なんかは特にその店内飲食とかってなるとキャパが決まってきますし、やっぱそういったところでこの、なんて希望値希望的観測とやっぱり現実的にオペレーションが回るかっていうところもあったりもするので、まあ、その両方から見て
現実的なところを、まあ、計算するというか想定するようにアドバイスはしてますね、うん、イタリアンレストランを始めた福岡さん、店を開く際岩国市の創業支援補助金を利用しました。40万円の補助を受け、お店の改装費に充てました。グリーンベルデのベルデはイタリア語で緑、福岡さんの好きな色、緑を基調としたデザインにしました。手作りのパンとサラダがついたランチセットはお店の人気メニュー。パスタランチが1320円、お肉ランチは1650円です。川北さんのアドバイスを参考にコスパも意識しました。お得感とくつろげる店の雰囲気も相まって瞬く間に人気店となりました。開店から半年、まずは順調な滑り出しです。私が若干こう厳しめというか、なんかリスクヘッジをするというかこれでもいけるなって思ったら5を出すっていうようなあのところがあるので、大幅に私の読みがずれてるはずですね人気店にすぐにね、人気店に、あの話題の人気店になられていて、まあね、普通経営者だったらいい数字が出たら嬉しいとかあると思うんですけど、やっぱどっちかというとやっぱ僕は料理人の方なんで、全部を食べ終わった時にやっぱ帰り際に、あすごく美味しかったっつって、久しぶりにこんな美味しいもの食べたとか、ちょ絶対にまた来るんで、ちょっとあのその時は必ず予約させてもらいますとか、そういうコメントをいただくと、あ本当に喜んでもらえたんだなって、こうあちょっとこう一気に疲れが飛ぶじゃないですけどあやってよかったみたいな、この、ね、本当店を出してよかったなとか、そういうふうにやっぱ思える瞬間ですかね、一番。はい、2年前、イベント企画会社エルエレファントを立ち上げた岡村美穂さん。イベントの企画実施が主な事業ですが、食空間コーディネーターとして飲食店向けのコンサルタント業務もしています。雨の中訪れたのは岩国市の老舗ステーキハウスです。岩国市川下で戦後すぐから営業する老舗のステーキハウス、レストラン金南です。クラスビズでの出会いがきっかけで、ランチョンマットを新しくするためアドバイスしてほしいと依頼を受けました。オーナーの細川さんと話し合いながら、色は3種類、合計110枚、ランチョンマットの注文を受けました。ちゃんと私 あのイメージとかを考えてくださって、でチョイスしてくださった中から選ばせてくださったから、あ相談っていうのはこういうことなんだなと思って、はい、最近の流行りだとか、なんかインスタ映えだとかそういうことも含めてね、はい、良かったなと思います。ホテルのウェディング担当や住宅メーカーの営業をしていた岡村さん、仕事が忙しく子供の誕生日すら祝えなかった時、プライベートなイベントを演出するこの仕事を思いつきました。創業に向けクラスビズに相談し、岩国市の創業支援補助金を利用しました。補助金45万円はウェブサイトなど広告宣伝費に充てました。まずはサービスを知ってもらうことから始めました。あまだまだ本当にあの大変だっていう真っただ中にいますけども、なんかやっていきたい、これをきちんと仕事にしたいって思いは変わらないので、あの、まあ、いろんな人の協力いただきながら頑張ってます、うん古希のお祝いの家族パーティーや旧友の会にサプライズでマジシャンを呼んだり、オーダーメイドの結婚式も手掛けました。どの写真も笑顔があふれています。
人の数だけね、あのドラマとか、まあ、幸せもありますけど、なんかその一部に全く縁もゆかりもなかった私が関われるっていうのがすごい幸せだなと思ったので、はい、本当にですね、あの岡村さんの場合は、まあ、これまでにないサービスを、生み出すというか提供したいというところで、とにかくお客さんに使ってもらって、そのお客さんに、まあ、広めていただけるような取り組みをすることで、お客さんの声を乗せたりだとか、そういったことを、まあ、あの地道にやっていくのがいいかなということでアドバイスしましたね。うん、岩国市の白崎八幡宮です。西本博樹さん、さやかさん夫妻は一昨年の夏、ここで結婚式を挙げました。式から1年半が経ち、2人の間には長女の桜花ちゃんが誕生しました。なんか懐かしい、ね、うん、そう、懐かしい。まだあれですよね、この間って感じですよね、多分2年、そう、1年半経ってるんで。泣いてたのが嘘みたいな。西本さんは知人から紹介を受け、岡村さんに結婚式の演出を依頼しました。2人のこだわりが詰まった式でした。真夏でしたが、まず2人が大好きな海が見える公園で写真撮影、午後は白崎八幡宮で和装で式を挙げる、披露宴はみんなが集まれる夕方から行う。そしてもう一つやりたいことがありました。あのスタジオと海の間がおじいちゃん家だったから、まあちょっと一周見せようかなっていう気持ちでお願いしたら、いいよって言ってくれたんで行ってみました。なんかすごい喜んでくれました。で、すごい寡黙な感じで見守る感じのおじいちゃんだから、どんな反応するんかなって心配だったんですけど、サプライズ大成功って感じです。今も写真とか見直したりします？見返したり。あ、見ますね。見ますね。仕事の休憩中めっちゃ見ます。嬉しいの一言ですね。あの自分の家族のようにやっぱりあのお世話させていただいたので、同じように感動してたと思いますし、自分の結婚式ではやっぱりないものをここで見させていただいたので、もう本当にあのハッピーいっぱいでした。はい。クラスビズを利用し、自分の夢へ一歩踏み出した福岡さんと岡村さん。岩国市は創業しようとしている方への支援も充実しています。その拠点の一つがクラスビズ。創業を考えている方はクラスビズへどうぞ。